怪盗そっくりだわ。だろ、もう許せない。素敵な泥棒さんのお仲間よ。それバラバラに分解しちゃえ。よし、うまくやれよ。うわぁ、朝日よ、ゆかるちゃん、ほら綺麗だぞ。ゆかりはこの5人を。うわぁ、素敵。すごい大。太陽の涙、地球で一番大きなダイヤだ。いつまでポケット見てるんだよ。これだから女の子の友は嫌なんだよな。マネキン人形。花作りとはね。でもいいとこあるじゃないか、あいつ。雨が降らなきゃいいけどね。雨？雪が降るわよ。雪？バイオマンは守った。本当？プリンスにそっくりだわ。でもプリンスなら倒したはずよ。わかった。メスも来たということは、やっぱりあの子は。そうだったのか。親に会いたくて。エッチ！ああ！中村光一というのは本名じゃないわ。赤ん坊の時に拾われて、その時つけられた名前らしい。昼間はここで働いて、夜は高校へ通ってるんですって。そうか。出てきそう。変なこと言わないで。待って。ごめんごめん。悪い悪い。ちょっと見せてくれ。間違いなくこの場所だな。よし、あっちを調べてみよう。悪魔だわ、悪魔よ。でもそっと見守ってくれてる人がいることを忘れないでね。もちろんですよ。ゴーさんたちも見守ってくれているし。だが最高。ねえジュン。え、なんだかおかしいと思わない？え、そういえばそうね。うん。出てけ、どうだ、みんなから出てけ。ボタンを渡すな。ちょっと、もうどうなってるの。何がなんだかわかんない。やっぱり変よ。そうね。あの子は、キャー！ジュン、どうしたの？あれ、私あれには弱いのよ。ずいぶん雲が光る。ダメ。大丈夫よ、しっかりしてよ。いないの。あの、ためにはアジトに潜り込むしかないと思ったの。だから雲の糸に巻かれそうになった時、ヒカルが何かをやる気だなってピンときたわ。雲を使って村人たちを苦しめた。ほら、私たち女戦士が許さない。ハロー君、あなたの勇気がこの村を救ったのよ。でもドクターアマの敵を取りたいって言ってるのよ。だったら助けてあげたって。ゴーさん、
その秘密兵器でビッグスリーを倒すことができるじゃない。いかねばならん。ゴーさん、目隠の位置を殺す。光る、しっかり立つのよ。ほら、よし、ゴーさん、おい、おい、大丈夫か。ありがとう。私の婚約者になってほしいんです。婚約者？訳を聞かせてくれませんか。父が勝手に婚約者を決めてしまったんです。はあ、そんな今時許せないわ。そうよ、ね、そうね、郷さんが婚約者ならお父様も考え直すかもね。助けてあげなさいよ。ごめんなさい。ありがとう、お父さんもこれで今の若い人を見直してくれるわ。いやあ、それはいいんだけど、ゴーさん、ゴー君、アキコと結婚していいぞ。わしゃ許すぞ。ちょっと待ってください。頼む、待って。お父さん、婚約者というのはお芝居だったのよ。お芝居だろうが何じゃろうが、わしは聞いた。ゴーはやらなきゃいけない気になれるわ。慌てて山里を後にするゴー四郎と仲間たち。だがドクターマンは新たな挑戦に科学の牙を研いでいる。負けるなバイオマン、戦え超電子バイオマン。